はよう。ハハ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 ハI'm gonna go get some more.
買い物にスマートフォンにも対応しています。ってことにもなるかもしれません。そして沖縄の台風長引きそうです。23日頃にかけて接近ということで、今日のうちにできることを、ということで石原さんのモーニングルーティンをご紹介しました。数ヶ月前に比べて、この Vlog を、ね、ご覧になっていた方はもうご存知かと思うんですけど、数ヶ月前はもう朝から朝活とかジムとかいろいろやっておりまして、はい、しかしね、今夏が迫っているか、もう夏なんですけど、夏になってくるとやっぱり朝方暑いというのもあって、涼しくなくなってきていることもあり、そしてしかも、フリーランスになったらね、ジムとか筋トレとかランニングに行く、時間帯は朝じゃなくても良くなったってことなんですよね。昔は仕事してたので、仕事前、出勤前にジムとか筋トレ行ってたんですけど、もう今はフリーランスなので、1日自分の自由な時間に使えるということなんで、最近は昼間に行くことが多いかな。気分転換に昼間に行くことが多いです。で、朝からそのバスケとかスケボーとかよくやってたと思うんですけど、これも同じで、スケボーとかバスケっていうのを朝しなくても日中でも夜でもいつでもできるという状況になってきたので、朝活はちょっとやめて、プラスね、先ほど言った暑くなってきたっていうのもあるんですよ。やっぱりもう7時とかになったらもうめちゃくちゃ暑くなってくるんで、そんなのもっと早く起きなきゃなんないので、ちょっときついかなっていうので、あと僕がいつもね朝活していた場所に今海の家が建ってるというかね、簡易的な海の家が建ってるの、夏だから、夏休みで海水浴場だから、なんで海水浴場でオープンしてる期間はあそこのスペースはちょっと使えないので、いつも使ってた場所なので、ちょっと朝活がそのできなくなったっていうのも一つあります。なので最近のもうルーティンはこんな感じで、もうほのぼのと、もうぼちぼちと、ルーティンを過ごす形になっております。はい、ということで、ね、ここまでご覧になっていただいた方ありがとうございます。ぜひ
チャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルは僕のライフスタイルを毎日お届けしております。一日のルーティーンであったり、一日の日常、まあ人生の日常をお届けしておりますので、まあ少しでもね、皆さんのライフスタイルの参考になればと思います。コロナが落ち着いてくればどんどん、ね、旅とかいろんな場所もねご紹介したいと思います。ドローンなんかもね結構飛ばしたりしてます。このような感じでドローンとかね、美しい絶景なんかもね皆さんにご紹介しながら、まあここ僕が住んでるところは長崎になりますよね。長崎の地元の情報なんかもね交えつつ情報発信していきますので、ぜひ全国の皆さん、長崎に来た時は石原さんの世界観をチェックして、あ、こんな場所があるんだみたいな感じでね発見してもらえればと思います。はい、ということで今から、打ち合わせがあって、それに行って帰ってきて、そしてね、またね、同じようにルーティンワークをしていきたいと思いますので、はい。今日のね、Vlog はモーニングルーティンということで、ここで終わりにしたいと思います。ではまた皆さん、明日の Vlog でお会いしましょう。